そこ、ギガースがいる。なんだかさっき倒したギガースと感じが違うね。どうせ見かけだけでしょ。さっさとぶっ倒すわよ。行くわよ。ああ、すごい、どんどん魔力がみなぎってくる。本当だ、不思議な力。でもこれなら。それじゃ行きましょう。戦闘開始です。早い。ならまずは土魔法で動きを鈍らせて。うわあ、ペコリーヌ、そんなに前に出たら危ないよ。大丈夫です、これが私の戦い方ですから。それに頑丈さには割と自信がある方なんですよ。そうなんだ。このまま魔法を使っちゃったら巻き込んじゃう。どうしよう。ギガースがこっちに。グレア様、もしや戦闘はあまりお得意ではありませんか。あ、違うの、私。いえ、大丈夫です。戦いは私に任せて、グレア様は下がっていてください。主様の新しいお友達は私がお守りいたします。ココロ、私に任せなさい。一気に片付けてやるわ。覚悟はいいかしら。どうすれば？そんなの分かりきってることじゃない。あんた見てたなら何でダメだったか分かるでしょ。確かに焦りの色があったことは事実でございます。そのような細かなことにお気づきになるとは、さすが主様です。私感服いたしました。これからもギガースと戦っていく以上、このままだとちょっとまずいかもですね。なら次に備えて作戦を立てるっていうのはどうかな。役割分担とか話し合って決めようよ。それじゃあ戦闘を打つ役は私に任せてください。ペコリーヌよりもアンが先の方がいいんじゃない。強力な魔法で先に仕掛けた方が戦いを楽に進められると思うんだけど。でもキャルの魔法もすごいよね。見たことない術式ばっかりですっごく興味湧いちゃう。ミスタルシアとアストライアだと魔法の体系も術式の構築方法も全然違うみたいだし。時間ができたらゆっくりお話聞きたいな。あん、とりあえずそれは後でね。あっ、
あ、ごめんごめん、つい…それじゃ、まずアンに一発ぶち込んでもらって、次にペコリーヌが突っ込んで。はいはい、次は私ですね。敵の注意をバッチリこちらに引きつけちゃいますよ。それ嬉しいかも。次の詠唱の時間も確保できるし、うまくやればかなり有利に戦闘ができそうだね。はい、一緒に頑張りましょう。はいはい、今日はどうしたらいいです？あんたは戦闘始まったら真っ先にギガースに背を向けなさい。ほうほう、背を向けるですか。こうでしょ。で、そのまま安全な場所までダッシュ。逃げろってことですね。わかったです。宿題からも補習からも逃げ続けてきたですから、逃げ足にはちょっと自信があるですよ。そう、あのルー様が安全な場所に退避されるのでしたら、グレア様もご一緒なさった方が良いのではないでしょうか。待って、コッコロ、違うの、ごめんね。私、本当は…え？ギガース！また？さっき倒せなかったやつ…じゃ、ない…なんか見た目が違うわよ！多分、一体目の時と同じタイプだよ。早速作戦通り行っちゃいましょう。アンさん、お願いします。うん、任せて。ドゥはそのダッシュで逃げるです。ペコリーヌ、お願い。はい、行きますよ。やるじゃない、二人とも。敵の意識がそっちに向いてるから私は攻撃し放題ね。仕留めてやるわ。さあ、食らいなさい。やりましたね、アンさん、キャルちゃん。私たちみんなでギガースを倒しましたよ。皆様、お見事な連携でございました。これなら道中の不安も少なそうですね。いけません、新手のギガースがこちらに。あっ、クーレア、コッコロ、危ない。まずいわ、コロスケが危ない。コッコロ、伏せて。何よ今の力、ギガースを一撃でやっつけるなんて。おお、まるで炎の竜みたいです。というか、あの姿、もしかして。コッコロ、大丈夫？はい、私は無傷です。グレア様、ものすごいお力をお持ちだったのですね。しかし、なぜ今までお隠しに？さっきはちゃんと戦えなくてごめんなさい。でもコッコロたちの前で力を使うのが怖くて。力を使うのが怖いですか。なぜそのような。
そのこの姿でもう分かったかもしれないけど、私竜族と人間両方の血を受け継いでるんだ。私たちの世界でいうドラゴン族ですね。グレア様のような見た目の方は珍しい種族ではありますが、こちらの世界にもおりますよ。そうなんだね。でも私の竜の力は本当に何でもすぐ壊しちゃうから、みんなのこと守りたいって思うのに壊す方が得意で、だからみんなを怖がらせたり嫌われたりするのが怖くてずっと一人でいたんだ。学院でアンと出会うまではずっと。コッコロたちにもこんな凶暴な力を見せちゃうのは怖くて、さっきは体がすくんじゃったんだ。本当にごめんね。なるほど、グレア様はとても優しい方なのですね。私？そんなことないよ。さっきだってコッコロに戦いを任せたりして。しかし私たちが本当に危なかった時には自らの恐怖や不安を顧みず助けてくださいました。そんなグレア様をお優しいと思うことこそあれど、恐ろしく思うことなどありませんよ。コッコロ、ありがとう。あなたこそ優しいんだね。クレア、大丈夫だった？怪我はない？大丈夫だよ。なんともないから。本当に本当に本当？こっちはなんともない？くすぐったいから。よかったって。コッコロ、すっごい炎でびっくりしたかもだけど、グレアはね。いえ大丈夫ですよ。分かっております、アン様。グレア様、アン様とグレア様の関係は私と主様の関係に少し似ておりますね。え？私、主様と出会ったおかげで大丈夫になりました。数えきれないほどたくさんのことが。お、うん、確かに私もあんと出会っていろんなことが大丈夫になったよ。そっか、私たちちょっとだけお揃いだね。はい、ちょっとだけお揃いです。え、二人とも何の話？秘密。ここは食材の宝庫ですか？皆さん見てください。まだ見たことも口にしたこともない食材で溢れてますよ。ちょっとペコリーヌ、まだギガースがいるんだから一人で勝手に。って、なんかグロい。なんなのよそれ。そんなの持ってこっち来んな。キャルさん、キャルさん、こっちもすごいです。ちょ、ルー、あんたまで。
尽くしましょう。ああもう一人じゃさばききれないわよこんなの。ちょっとアン、グレア、ココロ、あんたたちも手伝いなさいよ。あ、うん、行こっか、ココロ。はい、主様も参りましょう。ちょ、待ってよグレア、秘密って一体何？